浅田真央選手と宇野昌磨選手との出会いは、彼がスケートを始めるきっかけになったと言われている。今や男子フィギュアスケートでトップ選手として活躍する宇野昌磨選手には、浅田とのエピソードがあったのだ。浅田真央選手の影響で始めたフィギュアスケートと歩んだこれまでについて語る宇野選手。彼が5、6歳の頃の話なので、浅田が12歳くらいで、世間的にも天才少女として名前が知られ始めていた頃か。宮本賢治が司会を務めるスポーツの番組、賢治の部屋での話。スケートを始めたきっかけ。今日はいろいろ聞いていきたいんやけども、大丈夫？はい、大丈夫です。昌磨くんまつげ長いね。はい、言われても困るよね。お互い初めて会ったのはいつぐらいかな？エキシビジョンくらい？声ちっさ。何年前かな？10年はやってるよね。何歳の時に始めたの？ちゃんと始めたのは5、6歳くらいだと思います。初めて滑ったのはもうちょっと前かもしれないけど、5、6歳で選手として練習しようみたいな。そうですね、最初は遊び半分だったんですけど、クラブに誘われたりやっていくうちに、いつの間にか真剣に取り組むようになってました。なんかいつも練習でよく泣いてたよね。ちっちゃい時は毎日泣いてました。そうやんね。それは悲しくて悔しくて、飛べなくて悔しいのと、お母さんが怖かったっていうのと。始めたきっかけは何やったん？大津スケートリンクに遊びに行って、何回か行ってるうちに浅田真央ちゃんが滑っていて、なんでかは知らないんですけど遊んでいただいて、スケート教室に入ってホッケーをやるか、スピードスケートをやるか、フィギュアをやるかっていう案内が来て、じゃあ真央ちゃんと同じのにするって言ってフィギュアスケートを始めました。じゃあスケートのきっかけが真央ちゃんやったんや。真央ちゃんが鬼ごっことかしてくれたの？あんまり覚えてないんですけど、真央ちゃんを追いかけてたのは覚えてます。追いかけてたんや。はい、最初は多分遊んでくれてて、練習してるのに僕が勝手に追いかけてたんだと思います。そのあたりも可愛かったんやろね、真央ちゃんからしたら。今考えると邪魔だっただろうなと思います。その頃はどんな子供やったの？はしゃいだりとか走り回ったりするような子やったの？最初は本当に人見知りで全然喋んないんですけど、だんだん慣れてくると今よりはしゃいだりしてました。スケート始めてジャンプとか練習しだしてすぐ夢中になった。いつの間にか夢中になってました。何そのかっこいい言い方は。意識しだして選手になろうとか上を目指そうとか思い出した。最初はもうここまで真剣にフィギュアスケートだけをやっていくなんて思っていませんでした。ダブルアクセルはいつ飛べたん？多分小学5、6年生だと思います。5、6年生、やったらちょっと遅い方。結構遅かったです。そうやんね。トリプルアクセル結構時間かかったけど、飛び出したらもうすごいね。練習でもアクセルとか4回転見てたらちょっと中断して拍手とかしてまうね。そんな簡単に飛べるの？みたいな。ありがとうございます。今や浅田真央を追っかけていた宇野昌磨選手も、浅田と同じ世界の舞台で頂点を目指す日本男子のトップスケーターまで成長した。目標は高橋大輔さんと言っていた宇野選手、今や若手のホープとして多くの選手に追いかけられる存在で、今後の活躍から目が離せませんね。